こんにちは。ビジネスインサイダージャパンパーソナリティのりっちゃまです。この番組では様々なキャリアを持つゲストをお呼びし、視聴者代表としてりっちゃまがいろいろ紹介していく番組になります。今回のゲストはユニット代表の近藤さんです。近藤さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。自己紹介、いきなりユニットは、外泊したら家賃安くなる家っていうのを全国と海外23都市で展開をしているプラットフォームと、あとホテルレジデンスを500室ほど運営している会社です。楽しみにしてきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ラフな感じ で、 そ、 うです。そもそもなぜ暮らしかでいうと、やっぱりなんかその僕は服を着ることだったりご飯を食べることも結局暮らしの UX の一部だと思っていて、暮らしって人間誰しも営む行為じゃないですか。だからそのど真ん中やりたいなっていうふうに思ってましたと。リアルもしっかりやっていきつつ、それをテクノロジーとか世の中のライフスタイルの変化に応じてハックしていきたいというか、なるほど、グロースしていきたいというふうに思ったって感じですかね。はい、なんかきっかけというかあったんですか。暮らしのきっかけですか。ここに入りたいみたいな。なんか僕結構多拠点居住とかすごいしたいなと思っていて、暮らしが豊かになるなと思っていて、300年前ぐらいの人たちって、2カ所ぐらいしか行ったことなかったんですよ。江戸時代とかの人ってね。でも50年前の人たちって15カ所から30カ所ぐらい行ったことがあって、出張とか旅行とか で、で今って人生で100カ所ぐらいの場所に行く人が平均なんですって。ってなったら、未来の人って300カ所とか500カ所行けるようになるわけじゃないですか。いろんな変数で増えてる。そう、交通の利便性だったら働きかかったの多様化で自由な時間が増えたりとかっていう中で、いわゆる一拠点居住だった今までのところから二拠点だったり多拠点居住に広がっていくんだろうなって思っていて、それが要は人生豊かにするんじゃないかなと思ったのがきっかけですかね。お願いします。じゃあそのユニットはい、具体的にもう少し説明していただきたいなと思ってて、はい、ユニットは留守の日は家賃が下がるスマホ手続きで即日入居可能な住まいっていうのをやってまして、で、そもそも家賃ってもったいないですかっていう疑問があるじゃないですか。家賃10万円な物件って海外旅行に出かけても出張しても逆に毎日自宅に帰っても10万円ってことって変わらなかったじゃないですか。それってこんなに働き方が多様化していていろいろな人がいるし、そもそも住居って十人十色というか一人一人違うのにもかかわらず、絶対に家賃って必要なのっておかしくないっていうふうに思っていて、でそこで、なんか家賃を変動費に変えるっていうのでユニットをやってますと。ユニットは日本初のリレントによる全く新しい暮らしを開発していて、固定費から家賃を変動費にっていう話はどういうことかっていうと、家賃10万円の物件だったら要は10日外泊したら7万円になりますみたいな、住んだ分だけの家賃でいいっていう家を展開してます。家に帰らない人はアプリで申請しホテルとして貸し出すっていうのがあって、で留守の日は収納棚とか収納ボックスに自分の荷物を入れて鍵かけれますみたいな感じです。要はそのリレント申請をしてもらうと宿泊の予約サイトと在庫連携されて民泊とかホテルとして自動で再販してくれるっていうモデルを裏側のシステムで作っていて、なのでリレント申請をすると清掃が入ってそこがホテルになってホテルの人が予約サイトから集客されてでまた清掃されて、居住者にカムバックしてくるみたいなモデルをやってますと。利用者数は2万組を超えてきていて、倍増していて、で出張が多いビジネスマンだったり単身赴任の方々だったりとか、あとデジタルノマドの人たちとか、あとはリモートフレンドリーの Z 世代っていう、いわゆる新しい属性で家賃今までもったいないなって感じてた人たち総じて取れているっていうような新しい賃貸サービスになってますと。あとはうちって結局ニッチなんですよ、ニッチじゃないですか僕たちの暮らし、多拠点居住とかもそうだしセカンドハウスとかもニッチなんだけど、全然いいなと思っていて、なんかそのファミリーとかなんて言うんだろうな、そのマスを取るわけではなくて、賃貸マーケットってめっちゃバカでかいんですよ、50兆とかのマーケットサイズ で、確かに。でそこの1パートっても5000億みたいな。いやすごい。そうシェアハウスもそれぐらいのマーケットサイズなんだけど、この20年でシェアハウスってめちゃめちゃ大衆化されたじゃないですか。20年前は他人と住むなんて考えられないみたいな世界から Z 世代が3人に1人住んだことあるみたいなぐらいマーケットサイズ広がってて、と同じように僕たちも、10年以内にそうですね、賃貸マーケットの1パーを取っていきたいみたいな、なんかそういうニッチトップになりたいっていうサービスになります。以上です。私も今使ってたんで。そうですよね、ありがとうございます。どういう暮らし方してたんですか。なんか月にどれぐらい住んでとか。でも出張が月2回とかで、
大体土曜日は固定でリレントしてたの、はい、バスのシステムで、はい、でその前後とかで友達に泊まるとかもあったから、はいはいはい、はい、週2週3リレント使って、なるほど、だから15万の育児療法室で家賃が最終いい時だと12万とか、ああまあまあまあいいですよね、はいはいはい、いやお得だなって、そうですよね、意外と何て言うんだろう、職業的にすごい出張が多いビジネスマンだけじゃなくて、うん、組み合わせると意外と外泊するんだよね、いやそう、でしかも実家がさ神奈川とか近いとさ、結構頻繁に実家帰る Z 世代も多くて、うん、まさにリッチャバみたいな Z 世代で実家とユニットを併用してたりとか、うん、彼氏彼女の家に泊まるプラスユニットを併用してたりとか、うん、なんかそういうユーザーさんも結構多いですね、綺麗になんか快適な気持ちになれるから、清掃が入るから、そこがいい、ありがとうございます、うん、サービスアパートメントとかまさにそうで、いやそう一緒なんですよね、うん、それを広めているのもそうですね、そう、僕がそもそもめっちゃ出張とか、まあ、多拠点生活したいっていう話もあったんですけども、うん、実家も東京なんですけど、実家もまあ月1ぐらいで帰るし、出張もよくするしで、半分ぐらい帰ってこなくてもったいなくないみたいな、うん、いやさすがに月の半分使わないと賃貸ってやばいなって思うわけですよ、確かに、でそういう人ってたまにいるじゃないですか、はいはい、もう全然使ってないのに賃貸もったいないみたいな、うん、半分だけ払えばいいようなサービスあったら最高だよねって思ったのがきっかけですね、自分の願望とか願望、はい、もともとは企業、学生企業から、そうですね、はい、最初からじゃ暮らしで行こうって、そうですね、エアビーがやっぱ来て日本に、うん、めちゃめちゃいいプロダクトだなと思って、そう、僕がエアビーを知ったのは2015年だったんですけど、すごいなみたいな、最高だなみたいなので、よりなんて言うんでしょう、ユニットの語源も住むと泊まるをユニットすることによって、そう、つなげることによって新しい暮らしを想像して、まあ暮らし方を提案していこうっていうサービスなんですけど、これって結局その民泊があることによって生きるわけですよ、留守の日にホテルとして貸し出せるから家賃安くなるわけじゃん、確かに民泊がないとできなかったわけよ、うん、エアビーサンキュー、エアビーサンキュー、確かに起業して最初の事業は地方のホテルとか旅館とか民宿みたいなのをゲストハウスに変えていって、うん、定額制の住み放題サービスをやりたかったんですよね、はいはい、なるほどね、それをやってたんですよ最初、最初島行ってなかった、そうとかとか、そうなので、成田とか伊豆島とか、はいはい、まあ赤坂もそうなんだけど、うん、今でいうアドレスさんとかハフさんみたいなのを、はいはい、なるほどね、同じようなのを、まあ、その同じタイミングぐらいでやってて、住み放題サービスを、うん、はい、やってましたね、そっからはどういうふうに今のモデルにチェンジ、願望型というか、こういうのが欲しいってサービスと、うん、課題型というか、プロダクト、そうですね、こういうことを解決したいっていうので言うと後者になってきていて、うん、よりマーケットサイズが大きい方、うん、より住まいの根幹を変えていきたいっていう思いになっていて、うん、まさに賃貸って4000万人5000万人とか、まあ、ほぼほぼ暮らして全員がやる行為の中で、うん、家賃に課題を持っている方が多拠点居住をしていきたいっていうところよりも課題が強くて、あ、面白い、僕自身もそう思ってたんで、でそっちの方が広がりやすいかなっていう、うん、まあ、スタートアップで外部の投資家とかもたくさんいる中で、より短期でグロースしていくを求める中で言うと課題ペインが強い方っていうので、うん、インフラになれるようなサービスっていうので、こっちユニットを思いついて、まあ、一回ピボットして今5年目ぐらいですね、はい、すごい、うちってプラットフォームと自社物件両方やってるんですけど、コロナの時って最初にユニット千代田っていう最初の物件をオープンしたのが2020年の2月 で、はいはいはい、でコロナでできなかったんよ、うん、中国からトイレが来なくてもうコロナショックで辛すぎ、そう、TOTO の工場が全部なんか中国にあるらしくて、そうなんだ、全然来なくて結局5月にオープンしたんですけど、うん、緊急事態宣言の真っ只中じゃないですか、うん、死んだなみたいな、うん、7000万くらいかけて、うん、物件作って、いやー怖い、もう行くぜ って、うん、最初の事業売却したお金がちょっとあったんですよね、あ、そうなの、それを全ベットしたわけよ、もうユニットに、なるほどね、そう、はいはい、そしたらもうほぼパーになるというか、怖っ、うわ終わったって思ったんですけど、借金みたいなところ、まあ、借金、まあ、そうね、そうね、まあ、もちろんそうだし、うん、会社のお金もほぼないみたいな、そもそも東京オリンピックはある予定だったから2020年の7月とか、そこで一気にガンガンっていく予定だったらまさかのコロナが来ちゃって予測してなくて、不動産怖い、確かにちょうどオープンだと思って、うん、ホテルシャットダウンみたいな、国シャットダウンみたいになっちゃって、で終わったと見せかけたら、
ホテルがめっちゃ安くなったじゃないですか、うん、ホテル業者さんめっちゃ困ったんですよ、はいはい、でプラットフォームをもともと準備してたんです、うん、オリンピックの後から。なるほどね。それを早めて、はいはい、オリンピックもないし延期しちゃったからって早めてプラットフォームに移行したんですよ、うん、でめっちゃ伸びたんですよね。そしたら掲載物件がたくさん来るわけじゃん、みんな課題感あるから、はいはい、でホテル物件数をめっちゃ増やしつつマーケティングをしてユーザーを増やしつつそれを元手にまた自社物件も増やしていくっていうのでコロナ禍は結構プラットフォームをメインに成長していって、うん、で今は逆にこの自社物件がやっぱ結局そのインバウンドもたくさん来てるから追い風で、まあ、今両方グロースしてるんだけれどもどちらかといえば僕としては自社物件をどんどん増やしていくっていう結構ポートフォリオ経営にはなっているっていう感じですね。2つやってるってすごいよね。そうですね、頑張ります。プラットフォームだって結構大手と組んでることが。あ、そうですね、そうですね。その人たちもお金の使い方とか変えたいってニーズあるんですか？そうね、結構やっぱりこの働き方が多様化してリモートフレンドリーな中で、うん、ただのマンションだけだと厳しいよねとか、よりもっと住まいを自由にしていきたいよねみたいな機運っていうのは今めちゃめちゃ高まってますね。高まってるんだ、うん、まあ、オフィスがさそもそもさ課題感強いじゃないですか、うん、今までみたいに全員出社ではなくなるよねっていうので。確かに確かに面白い。そうなってやっぱ結構不動産プレイヤーも今まではなんて言うんだろう、新しい物件をより大きく大きく作っていけばよかっただけでよかったんだけど、今もそれはありつつもより多様化していくというか、うん、用途を多様化させないとっていうのにもハマってはいますね。あ、まあ、いわゆる働き方が多様化した後に暮らし方がどんどん多様化していくっていう流れなので。なるほどね。今からもうそうですね、オフィスから始まりレジデンスとかホテルとかもそういう住居側、うん、もうどんどん変わっていかなきゃねっていう、まあ、変わっていくって言い方は語弊あるんですけど、なんか選択肢を広げなきゃねっていうようなフェーズですね。面白い。街、はい、づくりできそう。街づくりしたいです。街づくりしたい。僕も それこそ働き方が多様化して暮らし方がこれからどんどん多様化していく中で、やっぱ街づくりというか、うん、ザ今の市区町村っていうよりもこういう、多拠点居住を推進していく立場をやっぱ取っていきたくて、はいはい、日本のこの新しい暮らし方の一つにっていうふうによく僕最後に言ってるんですけど、うん、いわゆるその新しい暮らしを作ることが新しい街、新しい未来を作ることだというふうにと思っていて、で人はこの生きる世界をどこまでも広げることができるよと、うん、で自分のライフスタイルを前提に自分のいるべき場所を選択する日本にしていきたいっていうふうに思いがあって、どこで働くか、どこで住むか、誰と働くか、誰と住むかみたいなのをより最適化していきたいっていう思いがあるんですよね。でそういう時代だと思ってるし、うん、2020年から2050年って、なんか首都一極集中みたいになってくるんですよ、うん、人口が減っていくと、インフラ維持できなくなるから、はい、都市のは便利じゃん、うん、東京とかそれこそ大阪とか福岡とか人っていうのは集まってくるんだけれども、うんうん、それだけだとなんか良くないじゃないですか、うん、地方創生的な文脈でも良くなくて、うん、やっぱその関係人口を増やしていくのも大事だし、うん、外国人を日本にどんどん住まわせるっていう呼び込むのもめちゃめちゃ大事だと思ってるし、うんうん、なんかそこは今までの暮らしじゃなくて、新しい暮らしっていうのを作っていくべきだし、うん、夢としてはそういうロールモデルになるような街も作っていきたいし、うん、まさに住んでくれてた大橋会館がそういう池尻大橋のフラグシップになれればいいなとも思ってるし、ああいう物件が多分それぞれにできたらめっちゃいいじゃないですか、ローカルとグローバルつながるみたいな、働くと住むつながるみたいなのは思ってますね。なるほどね、はい、じゃあこれからとにかくどんどん増やそうっていう。そうですね、いろんな地域とかいろんなタイプの物件っていうのを広げていきますね、まあ、ただ今はやっぱりそのすぐ住めるみたいな文脈、すぐ住めてすぐ退去できて家賃が、まあ、リレント暮らしで柔軟な暮らし方っていうのが一番今はいいと思ってるんですよ。確かに。なのでそこをメインではやっていきます。なので結構コミュニティとかそういう文脈ではなくて便利みたいな。なるほどね。そう、柔軟、すごいみたいな、うん、すぐ住めますみたいなのにこだわってはいきたいですね。確かにこの時期はユニットいいなと思ったのが、はい、すぐになんかオペレーションで住めるみたいな。そうですよね。ですぐ退去できるでしょ。そう、はい、1ヶ月後とかじゃないからめっちゃいい。そうそうそう。起業して良かったことみんな聞いてて。あ、良かったこと、はい、挑戦の数がとか経験の数が幸せにつながってるなと思っていて、うん、ぶっちゃけ学生で起業して失敗した
としても絶対いい会社入れると思うんですよ、うん、うちも雇うときになんか学生時代に起業して失敗しちゃったんで一回修行させてくださいっていう人の方がやっぱ欲しいもんね、うん、みたいなのと一緒、つまり学生起業家っていいことしかないじゃん、成功したらそれはそのままいければいいし、ね、失敗したら失敗したでそれがブランディングになるっていう、うん、それいう意味では僕は起業して本当にいろいろ21からいろんな経験させてもらってよかったなって思うし、うん、改めて運がいいなと思いますね。なんかその大事、ルーマニアで幼少期過ごして、うん、一番感じたのが運がいいなってことなんですよ。ほう、日本人ってだけで、うん、めっちゃ金持ちなのよ当時はね。なるほどね、うん、そう、日本って国がさ、すごかったんだ、ね、日本人って仕上がったんだとかもそうだし、逆に日本人の中でもまあいろいろな境遇でチャレンジできない人っていらっしゃるじゃないですか、にしては今チャレンジさせてもらってるし仲良くさせていただいている友人、まあ、りっちゃんもそうだけど、なんかやっぱみんな面白い人たちに囲まれてるなと、うちの社員もそうだけど、みんなやっぱ面白いし尊敬できるような人たちに囲まれてるってすごい運がいいなと思ってて、運がいいんで志高くというかまあチャレンジしなきゃなっていう責任を持ってると思ってますね。それめっちゃわかるわ、はい、頑張ります。新しい日本の暮らし方をユニットから始めてもらえるように僕たち頑張るんでよろしくお願いします。応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。